午後2時前、道庁の職員らに拍手で出迎えられた北口榛花選手。パリオリンピック陸上女子やり投げで金メダルを獲得した功績をたたえ、鈴木知事から栄誉賞の盾と副賞として革製のカバンが贈られました。鈴木知事は1年前に金メダルを取ると話してくれたが、有言実行して北海道に帰ってきてくれて嬉しいと話しました。本当に金メダル取れるかなっていう思う瞬間もたくさんあったんですけども、皆さんの応援もありましたし、自分自身を信じる力になったかな。北口選手の地元旭川市では今月13日に市内中心部の買い物公園で凱旋パレードが行われる予定です。